フェルズは、斜めに一マス動く。フェルズ、または、フィルズは、フェアリーチェスの駒の一つであり、斜めに一マス移動できる。クイーンがフェルズの動きだった頃の絵。フェルズは、非常に、古い駒であり、すべての将棋類の祖先であるチャトランが及び、シャトランジに登場し、またタメルランチェスといった一部の非常に初期のチェス類でも、使われた。シャンチーの死、死は、 フェルズのように動くが移動できる範囲に制限がある。フェルズはクイーンとビショップが現代の動きに発展した1300年頃までは標準的なチスの駒であった。また大将棋といった歴史的な日本の将棋類にも猫人という名称の同じ動きの駒が存在する。タイのマークルックのメットという駒はシャトランジのフェルズから変化していない。 マークルックとシャトランジの違いは、駒の初期配置とポーンに相当するビアのなりのルールである。したがって、シャトランジのエンドゲーム理論の大半は、マークルックについても有効である。この駒は、もともとはマントリと呼ばれていた。これがペルシア人によってファーシンと翻訳された。これがアラブ人によってファースと縮められて、中世ヨーロッパにおいてファース、または ファーストなった。その英語での名称は後にクイーンに変化したが、ロシア語やウクライナ語では現在でもクイーンの駒をファースと呼ぶ。フェルズそれ自身の価値はナイトの約半分である。もし3体のフェルズがすべて同じ色のマスにいなければ、3体のフェルズとキングで裸のキングをチェックメイト状態に追い込める。2体のフェルズとキングで裸のキングを ステイルメイトに追い込めるが簡単ではない。ルーク対フェルズのエンドゲームはルークの勝ちである。カラーバウンドであるにもかかわらず、フェルズは基本的な変則地図のリーパーゴマの中ではオープニング局面で最強であり、ワズイールよりも強い。これはフェルズがより大きな前方への機動性を有しているためである。キングが角に十分近く、フェルズと 同じ色のマスに位置していれば、一体のワズイールと一体のフェルズで裸のキングをチェックメイトできる。二体のワズイールではチェックメイトできない。一体のナイトと一体のワズイールは裸のキングをチェックメイトできるが、一体のナイトと一体のフェルズは、キングが角に十分近く、フェルズと同じ色のマスに位置している時に限りチェックメイトできる。ワズイールは、 ほとんどのエンドゲームではフェルズよりも優れている。ありがとうございます。